日用品は生活していくために必要なもの。普通は生活雑貨のことを指し、食料品や医療品などは含めない場合が多い。生活用品などとも言う。香港の生活雑貨店生活必需品のほとんどは日用品に含まれるが、日用品のすべてが生活必需品ではない。なぜなら、日用品には思考品や趣味の道具も含まれるからである。 こういった製品は主に大量生産によって生産され豊富に市場に供給されている。社会全体の豊かさの指標として一般労働者の家庭で消費される日用品の種類とその消費量に注目する場合もある。日用品はスーパーマーケットにとって食料品、被服と並ぶ主力市場の一つである。コンビニエンスストアは日用品のうち ない場合の緊急度がより高いものを扱っているが、コンビニチェーンが普及して飽和した2000年代に前後し、同業他社との差別化戦略の一環で取り扱う日用品の品目を拡大している店舗が見られる。また、こういった物品は日常生活で常に消費される、関係からいくらあっても困ることは少ないため、観光葬祭やお中元、お聖母などの贈答品としても好まれる。 日用品は、メーカーの別なく、一定の品質があれば、消費者には、どこのメーカーの製品であろうと一個段にされない傾向、すなわちコモディ,ティ化していることも多い。また、食料品などと並び、しばしば最寄り品、すなわち最も手近な店で購入する商品である。など。講義には、ベビー用品、介護用品、DIY 用品、園芸用品、カー用品、ペット用品、 文房具などを含む。日用品には、季節、気温の変化、あるいは行事と関係が深く、季節指数というものが重要な指標となる。季節指数とは平均値を100とした場合、季節の移り変わりによって上下変動する指数のことである。数値が高いほど需要が高まり、低いほど需要は低くなる。各メーカーや小売店はこの指数をもとに、生産や、 販売の調整を行っている。ありがとうございます。